正しい道へ案内するわ。私の冬は暖かい場所で寝たいけど、どこかいいところは、あれは？ネベさん、ここは地上の温泉ですか？来ましたね、東部。冬眠したくてあちこち歩き回っていたら、いい感じの温泉を見つけたんです。昔地上の人たちが使っていた場所みたいですね。へえ、そうなんですね。お湯はないですが、リゾート施設もあるし、お店に散歩道も綺麗に保存されてますね。私も初めて見た時は驚きました。そういうわけで、寝床作りを手伝ってもらえませんか？素手で掘ると時間がかかりそうですし、道具を使おうと思っても使い方がわからないので。そういうことならお任せください。ちょうど数日前に地面を簡単に掘れる道具を作ったんですが、どこを掘ればいいでしょうか？はあ、やっぱり道具を使うと楽ですね。1時間もあれば終わりそうです。そうでしょう。やっぱりこういう時は道具を。あれ、何かガスが漏れるような音が聞こえませんでした？お、何か引っかかったような。はあ？はあ！きゃ、熱い！あら？熱いということは、これって温泉水でしょうか？そうみたいです。地面が乾燥してたから大丈夫だと思ったのですが。止まりそうにありませんね。とりあえずルドミラさんを呼んだ方が良さそうです。こんなところに温泉があったなんて夢にも思わなかったわ。これだけの水量ならもう一度温泉として利用しても問題なさそうですね。あら、それもいい考えね。確かにこの水量を放置しておくのはもったいないわ。え、本気ですか？できないことはないでしょ。湯の量は十分。建物や周りの施設の状態も悪くないわ。じゃあ北部基地に温泉ができるんですか？もしかしたらそうなるかもしれないわね。ひとまずアークに連絡しましょう。
全員揃ったか。イエーイ。あ、主演が見当たらないな。ミシリスは年末で忙しいそうだ。あおー、やはり主演はアークで一番のビジーガールですね。そのため今回の会議はミシリス抜きで進める。北部基地周辺の地上で温泉が見つかったらしい。わお、ホットスプリング。それは予想外だな。どうやって見つかったんだ？ルドミラ曰く、ネベというニケが冬眠するために穴を掘っていたところ発見したそうだ。オー、アンビリバブル。マイガールが自分のワークを忠実に果たせばトレジャーが見つかるんですよ。うん。そこで温泉を探索するためにエリシオンとテトラからの援軍派遣を要請したい。どんな資源が眠っているか未知数だからな。そういうことならエリシオンからはアブソルートとスカウティングを送ろう。地上任務と捜索には強い部隊だ。ふーん、それならミーはリトルキャノンを送りましょう。ベロータ&ミカは小さくても足が速いですからね。彼女たちも地上任務にベリベリ特化していますよ。地上へ行ったついでに花火でもエンジョイしてこられるといいですね。あ、ではそのメンバーを送るとエニックに伝えておこう。夏の時のような緊急事態が発生しなければいいが。そういうことなら心配はいらない。現地にアンリミテッドがいるからな。夏のように孤立することはないだろう。では今回の任務を彼に伝えておく。みんなご苦労だった。入ってくれ。思ったより早かったな。地上任務だ。北部基地へ向かってくれ。あ、北部基地の周辺で温泉が見つかったそうだ。温泉の周辺を捜索し資源を確保してほしい。君も知っての通り、アークは資源不足だ。発見された資源は研究資材になる。出撃は3日後、クリスマスになるだろう。それから今回の任務はカウンターズの他にリトルキャノン、アブソルート、そしてスカウティングも同行する予定だ。なぜだ？何かあるのか？うん、そうだったか。では今回の任務にはカウンターズは参加できないと伝えておこう。同行するニケたちは地上任務や捜索に特化している。心配はいらない。それと任務終了後は温泉を楽しんでくるというのも悪くないだろうな。もちろんだ。クリスマスに働かされるんだ。それぐらいのボーナスは必要だろう。では私からは以上だ。下がってくれ。5分後に会議があってね。ああそうだ、今年もご苦労だった。メリークリスマス。雪の中の温泉、すごくロマンチックです。そんなの
ドラマでしか見たことありません。考えてみたら実際に温泉に行くのも初めてですね。クリスマスは何もなくても気持ちがふわふわするのに、おまけに温泉だなんて。早く出発したいですね。シグナル、これも任務であることを忘れてはいけません。あ、はい。任務に向かう前に溜まった仕事を早く片付けておかないとダメですね。年末だからやることが多いです。私もお手伝いします。本当ですか？ありがとうございます、デルタ。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんだ、三流か。まだ生きてたのか。ウーファー、乱暴な言葉遣いはダメよ。いらっしゃい、指揮官。指揮官様。浮き子に何か用？あら、指揮官と？どういう任務なの？指揮官様と任務だなんて、嬉しい。どうせつまらん雑役だろ。あら、北部基地に温泉？すごくいいわね。じゃあ指揮官様、その任務が終わったら温泉に入れるの？わー、入れたらいいな。ちょっと恥ずかしいけど、温泉は初めてだから楽しみ。そうね、もし温泉に入れたらウーファも一緒に入りましょう。溜まった疲れを癒さなきゃ。断る。私は入らないぞ。どうして？一緒に入ろうよ。あ、もしかして胸のせい？おい。はいはい、そこまでよ。喧嘩しないで。指揮官、出発はいつ？あら、3日後ならクリスマスね。クリスマスに温泉だなんて最高だわ。久しぶりに大人数の任務だね。楽しそう。早くクリスマスにならないかな。はあ、今日は一日中この話で騒がしくなりそうだな。おい、三流、話はこれで終わりか？じゃあ帰れ。うるさい口を一つでも減らさないと。なんだと？
おじさん、今回の任務、リトルキャノンは外してもらえませんか？クリスマスが私にとっては最悪な日だからです。毎年クリスマスになると悪いことが起きるんです。はい、ベロータが足首をひねったり、ベロータが割れたお皿で手を切ったり、ベロータが火傷したり、クリスマスになるとベロータにいろんな不幸が襲いかかるんです。だからなるべく外に出たくありません。うん、でもベロータの不幸は私の不幸とも言えますから。ミカがそんな風に考えてるからだよ。違うよ、去年も悪いことが起きたもん。そうだよ、メリーゴーランドで遊んだの。おじさん、細かいことまでよく覚えてるね。メリーゴーランドから降りる瞬間、ベロータが転んじゃって膝を大怪我したんです。本当はおもちゃ屋で静かにパーティーする予定だったんですが、ベロータが止める隙もなく飛び出していっちゃって、うう、出かけていなければ怪我もしなかったはずです。はい、そうですね。だからクリスマスは静かに過ごしたいんです。それに地上なんてもっと危険ですよね。今年のクリスマスは幸せいっぱいかもしれないよ。でも今まで一度もいいことなんてなかったし、今年もきっと悪いことが起きるんだ。じゃあミカはおもちゃ屋で店番してて、私はおじさんと地上に行ってくるね。あ、ベロータ、私はベロータが心配で行ってるのに。毎年クリスマスにリペアセンターには行ってるけど、特に問題なかったでしょ。それはそうだけど。じゃあミカ、今年のクリスマスは絶対に怪我しない、約束ね。それに公式の任務だからどうせ断れないはずだよ。でしょ、おじさん。おじさんもそう言ってるし、一緒に行く人もたくさんいるし、守ってくれる人も多いってことだよ。それに北部基地は私たちもよく行くでしょ。本当？おじさんが私たちを守ってくれるの？ミカ、そんなに心配しないでよ。わかりました。ミカがすごく心配してるから、今回はいたずら封印かな。本当？なんて嘘。うん、ベロータミカをからかうのが世界で一番楽しい。あ、温泉って美味しいものもたくさんあるのかな。早くクリスマスになったらいいな。今年は本当に楽しいクリスマスになるよ、間違いない。はい、そうだといいですね。
ちは。スカウティング集合しました。アブソルートも集合済みよ。エマ、こんにちは。シグナルは会うたびに可愛くなってる気がするわね。とんでもないです。はあ、こんにちは。ああ、本当にたくさんいるね。あら、ヴェロータとミカも時間ぴったりね。いらっしゃい。こんにちは。私はいい感じ。私たちもみんないいわよ。そうでしょ？うん。ワクワクして眠れないくらいだったよ。バカが、任務だって忘れたのか？わかってるよ。でもクリスマスだから。スカウティングも問題ありません。私たちも今回の地上任務に参加することになりました。マスタング社長から聞いてませんか？あれ？そうでしたか。事情を簡単にまとめると、クリスマス公演で使うはずだった大事な部品が壊れてしまって、私とお姉ちゃんの公演が中止になったんです。急にやることがなくなったので、ルージュの仕事を手伝おうかと思っていたら、ちょうど社長が来て。Oh, no! マイバニーたちが大活躍するはずのクリスマスにワークがなくなるなんて、 Very so sad!他のショーを準備するには時間が足りないですし、何もしないのは so boring。 Oh yes! I'm a genius! それなら今回の地上任務に行ってきてくださいよ。ワークができてハートスプリングも入って、まさしく一石二鳥。マイバニーたちはネクストショーでもビューティフォーじゃないといけませんからね。とおっしゃったので、今回の任務に合流することになりました。というわけで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マスタング社長らしいわね。でも人数が多ければ多いほどいいわ。あー、温泉だ。北部基地はきっと今頃雪がたくさん積もってますよね。面白そう。雪を踏む音っていいな。そうだね、いい音がする。お姉ちゃん、それに地上はホワイトクリスマスだよ。うん、すごく綺麗。おじさん、はい、これクリスマスプレゼント。いたしまして。世界が真っ白、すごくいいね。ベローダ、転んじゃうよ。雪の上では気をつけるって言ったでしょ。心配しないで、絶対転ばないよ。うう
こで危険な状況になるか分かりません。はい、いっそ早くついてくれれば。あ、ベロータ前、木があるよ。ういらっしゃい。雪が降っても暖かい場所、雪見温泉へようこそ。ありがとう。温泉らしい雰囲気を出したかったのよ。さあ、みんな外に立ってないで中に入ってちょうだい。はあ、はあ、すごい。中も外も温泉として完璧です。うわーい、ここルドミラ一人で作ったんですか？まさか。もともとあった温泉をアンリミテッド全員で修理したのよ。もちろんマイティーツールズに遠隔でいろいろ教わりながらね。辺りに他の温泉がないか調べに出ているわ。他にも見つかったらここみたいにするんですか？勘がいいわね。そのつもり。うまくいけばここは憩いの場として多くの人が訪れるようになるかもしれないわ。だから温泉は多いほどいいのよ。素敵ですね。仕事中に休みたくなる時もあるし、いい考えだわ。この温泉なら疲れも取れそうですね。そう言ってくれると嬉しいわ。任務の後で温泉に入ってもいいですか？もちろんよ。今から入っても問題ないわ。その前に、まだ雪見温泉は完成していないの。任務のついでに仕上げを手伝ってもらえると助かるわ。まだ片付いていない場所も多いのよ。一人でやるには限界があるわ。頼んでもいいかしら、しもべ。大勢で来てよかったですね。あの余ってる着替えはありませんか？この服だとちょっと作業には不向きで。あ、じゃあ私の分もお願いしていいですか？
そうね、あるにはあるけれど3着しかないわね。来るのはカウンターズだけだと思っていたのよ。こんなに大勢だとは思いもしなかったわ。あ、私は大丈夫です。通信用の装備を背負わないといけないので。私も装備の変更は不要です。私はいらない。私も残念だけどパスするわ。任務の邪魔になりそうだから。私も大丈夫。私は温泉に入れればいいから。あら、思ったより簡単にまとまりそうね。それなら残りは4人かしら。私も着なーい。ミカが着てよ。私が？いいよ、私はいいからベローザが着て。やだよ、おもちゃ屋のオーナーは私だもん。だからミカが着て。そうね、ブラン、ノワール、ミカの3人でいいかしら。ふぅ、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ3人が着替え終わるまで他の方たちは私とティータイムでもいかが。ウェルカムティーを用意するわ。いい香り。あ、暖かくて体がほぐれる気がするよ。なんだか任務というより旅行に来たみたいですね。はあ、この服とっても可愛いです。はあ、胸が苦しいです。うん、私だけ何かが足りないような気がします。あら、ミカすごく可愛いわ。ブランとノワールもよく似合ってます。かわいい。ありがとうございます。恥ずかしいです。ミカはここで働いてる人みたい。ベロータ本当にここで働いてみたらどうかしら。待遇は悪いようにはしないわ。それは。ミカいいな。スカウトまでされちゃって。じゃあおもちゃ屋はやめちゃうの？違うよ。おもちゃ屋は絶対やめないよ。じゃあミカ掛け持ちで忙しくなるね。いいねいいね。ベロータも一緒に来たらよかったな。私は今の服の方が楽だから。そうね。十分だわ。地中に反応がありますね。ベルタ、確認してくれませんか？すぐにバンカーバスターを準備します。え、そこまでする必要は。あら、何か光ってるわ。宝石みたい。鉱物みたいだけど。指揮官、こういうのも持って帰るの？そうね、他の鉱物もないか確認してみるわ。おい三流、この辺りの土も持って帰った方が良さそうだ。
温泉水の周りの土なら微生物もたくさんいるはずだろう。それが研究に役立つはずだ。なるほど。おじさん、ちょっと手貸して。また今度作ってあげる。雪はいっぱいあるから。ベスティ、目を閉じて手を貸して。目を閉じるの？どうして手を？プレゼントあげる。あ、おじさん、手から赤いのがこぼれてますよ。早く洗った方が良さそうです。それ激辛ソースなので、後で手がヒリヒリするかもしれません。それは私もやられましたから。最近ベロータは激辛ソースのいたずらにはまってるんです。あ、それからおじさん、温泉の周りで何か幼虫みたいなものをたくさん見かけました。ルドミラの仕事を手伝ってたら見つけたんですが、これも持って帰りましょうか。はい。うーん。わーい、面白い。エンマ、ベロータが。よくわかりません。今は何も起きていないので平気ですが、やっぱり胸の片隅には不安があります。早くクリスマスが過ぎてほしいです。おじさん、ごめんなさい。ここ数日こんなことばかり言って。分かってくれてありがとうございます。ミカ、こちらを手伝ってもらえる？あ、はい。ああ、そうだわ、しもべ。アンダーソンに連絡することがあったら、想像以上に好物が多いと伝えた方がいいわ。デルタ、好物の信号をキャッチしました。了解、行きます。また別の色の鉱物です。あの調子で新しいものが見つかっているから。も早く終わった上にお休みだなんて最高。やはり
柔軟な考えをお持ちの方ですね。大人数だったからあっという間に終わったわね。毎日温泉三昧だわ。私もこんなところで足止めか。なんだかクリスマスらしくなってきましたね。おじさん、おいしいものあげよっか。なんで？一生懸命作ったのに。じゃーん！雪玉かき氷だよ。いちごシロップだよ。早く食べてみて。すっごく冷たくて甘いよ。じゃあ食べてくれないの？私が一生懸命作ったのに。でもミカは心配しすぎ。無事なようで安心したわ。子供は怪我をしながら成長するものよ。ミカもあまり心配しない方がいいわ。ここは医療設備も整っているから。うわ、雪見温泉って何でもあるんだね。さあみんな久しぶりの休暇でしょ。仕事はここまでにして存分に楽しみなさい。お姉ちゃん、私がマッサージしてあげる。横になって。あら、私も一緒にしてあげてもいいかしら。マッサージするのが好きなのよ。いいですよ。まずはここをマッサージすると。あ、エマ、そこはちょっと我慢してね。いつもここに来るとあなたの姿が思い浮かびます。あなたが雪に似ているからでしょうか。指揮官！ここに来たら
数日前に見たドラマを思い出して真似してたんですが、ひょっとして見られちゃいました？来たからにはゆっくり浸からないとね。ついでにいたずらも考えなきゃ。じゃあ早速。ダメ。ミカ？もしかして温泉に入るの？うん。どうかした？いや、後にした方がいいんじゃないかな。今は周りに誰もいないし、もし一人で温泉に入って転んだら大変だよ。でも私は今入りたいんだけど。じゃあ足湯はどう？嫌だよ。じゃあ私と一緒に入らない？すぐ仕事を終わらせてくるからね。ちょっとだけ待っててくれない？はぁ、わかったよ。じゃあミカと後で入ることにする。どこからお掃除しようかな。ベローダ、掃き掃除は私がやっちゃダメ。足首をくじいちゃうかもしれないから私に任せてくれない？ベロータはベンチで休んでて。うん、分かったよ。じゃあお願いね。おじさん、これ見て。何の昆虫か分かんないけど、毛がびっしり生えてる幼虫だよ。それ褒めてるの？まあ私には可愛く見えるから褒め言葉ってことにしとくね。これ近くで見るともっと可愛いよ。ミカにも見せてあげなきゃ。ベロータ、ここにいたんだ。ずっと探してたんだよ。ミカ、見せたいものがあったの。これ見て。可愛いでしょ。ベロータ、それ、触らないで。もしベロータに噛みついて怪我でもしたら。遠くから見るだけじゃつまんないよ。ミカ、これ見て。すごく小さいのに、ここに目もあるの。でも本当に危ないよ。早く離して。ミカ、やめて。え？私を追いかけるの。もうやめてよ。ごめん。でも私はベロータのことが心配で。ミカは私のことを心配してるんじゃないよ。私が楽しく遊ぶのを邪魔してるだけ。ベロータ、そんなつもりじゃなくて、すごく危なそうに見えたから。もう邪魔しないで。ベロータ、どうしよう。ベロータの遊びを邪魔するつもりはなかったのに。おじさん、どうしましょう。ベロータを追いかけた方がいいでしょうか。かなり怒らせちゃったみたいですが。温泉が騒がしいわね。何かあったのかしら。
ルドミラ。やっぱり私が間違ってたみたいです。詳しく話してちょうだい。私は本当にベロータのことが心配で、後を追いかけてただけなのに、それがベロータを怒らせてしまったみたいで。ベロータの気持ちもわかるんです。でもベロータにはクリスマスになると悪いことが起こります。ベロータもわかってるはずなのに、どうして危ないことばかりするのか理解できません。なるほど。もしかしたらベロータはあなたに幸せなクリスマスを過ごしてほしいのではないかしら。心配をしてばかりで、毎年幸せどころではないクリスマスになっているようだから。確かなことは、あなたの気持ちは彼女もよくわかっているということね。彼女なりのやり方であなたを楽しませようと頑張っただけ。それはその通りです。ベロータはいつも私を楽しませようとしていました。ミカ、木の横のツルが見える。このツルは支えがないと育つことができないの。木もこのツルのおかげでより丈夫になって強い力が生まれるのよ。もしどちらか一方が自分勝手に振る舞えば、ここまで大きく成長できないということね。このツルと木が大きく成長できたのは、お互いがお互いのことを理解して支え合ったからよ。友達とはそういう関係ではないかしら。自分の考えだけを押し付けるのではなく、支え合うもの。そうは思わない？ルドミラの言う通りだと思います。ベロータは毎年クリスマスのたび私のことを気遣ってくれていたのに、私は自分の考えだけを押し付けていました。ベロータに謝らないと。ありがとうございます、ルドミラ。どういたしまして。ええ、もちろんよ。毛糸がどれほど複雑に絡まっても、諦めなければいつかはほどける。私たちの関係も同じこと。お互い同じぐらい思い合っているからこそ起きたことよ。そう心配する必要はないわ。褒められたのかしら。まあ悪い気はしないわね。それで話が片付いたなら、しもべ、私とティータイムはいかがかしら。久しぶりにあなたが入れたお茶を飲みたいわ。今日のティータイムはどうだったかしら。それならよかった。ごめん、ごめん。ベロータ、ごめん。わざとじゃなかったの。私は本当にベロータのことが心配で。謝り方って。これでいいのかな。全然わかんないよ。どうやって謝ればいいんだろう。もしベロータが許してくれなかったらどうしよう。おじさん、
私にどう謝ればいいか悩んでるおバカさんのミカを見てたの。わかんない、わかんないよ。ミカがあんなに悩んでるのに、私が話しかけたらつまんないでしょ。それに今はミカにプンプンしてるんだもん。それにしてはあまり怒っていないように見えるわね。さっきは本当にムカッときたから、まあすぐに収まったけど。おじさん、ミカがクリスマス嫌いな本当の理由知ってる？私クリスマスに死んだの。うん、人間だった時孤児院で死んだんだ、ミカの目の前で。孤児院？だから特に毎年クリスマスになるとミカが私のことをすごく心配するんだよね。また私が死ぬんじゃないかって。ミカの気持ちもよくわかるけど、でもクリスマスは幸せな日だって思ってほしいの。今はあの時とは違うから。そういうわけだからミカのことはおじさんとルドミラが手伝ってくれない？クリスマスが幸せな日だってことを教えてあげて。ミカ、私の話は全然聞こうとしないんだもん。他のことなら何でもやってくれるのに。ええ、わかったわ。ありがとう。じゃあ、あそこでぐるぐる回ってるミカのことよろしくね。目が回って倒れたら困っちゃう。私は忙しいの、やることいっぱいだから。だからミカのことよろしくね。しもべ、いろいろと頭を悩ませているようね。そうね、少し思うところがあって、まあこれは後で考えるわ。今はまず、あのかわいそうな子羊を助けに行きましょう。ちょうどクリスマスという口実もあることだし、しもべの言う通りパーティーをすれば雰囲気も良くなるはずよ。どうしてそんな顔を？あ、そ、
その、あっさり許可がもらえたので少し驚きました。こんなに気を使ってくれてありがとうございます。気にしないでいいわ。裏若き子たちの友情のためだもの。この程度のことは大人の当然の義務よ。みんなを呼んで、パーティーの準備を始めるわ。クリスマスパーティーだなんて最高です。あー、とっても面白そうね。こんなに賑やかなクリスマスパーティーは初めてだよ。面倒なことばかりだな。ウンファは何を準備するの？何もしない。じゃあ美味しいものも作るよね。もちろん、メインの料理は私が作るわ。でも誰かの手を借りたいところね。あら、じゃあ私が手伝おうかしら。料理には自信があるの。あ、エマ、メインの料理よりスイーツを作ってくれない？去年もクッキーを作ってたよね。でも今年はクッキーよりメインが。私もエマのスイーツ食べてみたいです。私も。あら、みんなそんなに？ルドミラは私とシグナルが手伝うよ。はい。私がお手伝いします。わかったわ。じゃあ私はスイーツの用意をするわね。よかった。じゃあ私たちはパーティー会場の飾り付けをしてきますね。私もこちらに参加します。こっちの方が静かそうだな。スイーツを作るなら私にもお手伝いが必要だわ。私が手伝うよ。作りながら少しずつ盗み食いしちゃったりして。私ですか？私は…エマ、いちごケーキなんてどう？そうしましょうか。私はその、なんですかそれ。違います。ミカもケーキ作りを手伝うそうよ。あら、本当？じゃあミカも一緒に作りましょう。ありがとうございます。じゃあおじさんは何をするの？そうね、指揮官は何をするの？
はケーキの生地作りね。じゃあ私が生地を作ります。エマは隣で牛乳を少しずつ入れてくれませんか？あら、いいわよ。じゃあ私はイチゴにチョコを入れてるね。うん、すごく美味しそうでしょ。おじさんも一緒にやろ。じゃあおじさんのいちごにはチョコの代わりに激辛ソースをたっぷり入れなきゃ。こんな感じで入れればいいかしら。はい、その調子でゆっくり。増やせばいいだけなので。ミカは賢いのね。じゃあ私が生地をかき混ぜるのでケーキの粉も少しずつ入れてください。わかったわ、任せて。やっぱり粉の方が入れやすいわね。よかったです。その調子でゆっくり入れ。おお！あら。粉が舞ってる！雪が降ってるみたいだね。おかしいわね。ちゃんと力を調節したはずなのに。どうしましょう。急に粉が勢いよく出るなんて思わなかったわ。やり直そうかしら。いいえ、牛乳も多めに入ってるのでこれくらいは大丈夫です。ちょっとケーキが大きくなりそうですが。そう、よかったわ。ミカはお菓子作りが得意なのね。うん、そうだよ。ミカが作るものは何でも美味しいの。やっぱりそうだと思ったわ。ミカ、次は何をすればいいかしら。次は砂糖を少し入れましょう。これは指揮官にお願いできる？私はまた失敗しそうだから。ありがとう。お願いね。おじさん、お上手ですね。その調子であと少しだけ。あら、大丈夫じゃないかしら。そうですよ、甘くて大きくなっただけです。すぐにフォローできなくてごめんなさい。ちょっと考え事をしちゃってて。頑張って美味しく作りますね。これでケーキは完成です。おー、材料をたくさん入れたからかな。
香りだわ。でもデコレーションが物足りない気がするわ。ケーキの上に絵が描いてあったらもっと可愛いと思わない？わあ、それ良さそう。ハートの絵にしない？あ、そんなにクリームが残ってなくて。じゃあケチャップで描いてみる？ケチャップですか？メイドカフェでよくそうしてくれるのよ。前に食べたことあるけど美味しかった気がするよ。でしょ？甘みと酸味が混ざると旨味に変わるのよね。いちごトマトケーキにすればいいね。おお、飾り付けたわね。そうでしょう。お姉ちゃんと頑張ったんですよ。で、デルタ？ライトが芸術的ですね。角がぴったり揃ってます。乱れは一切許容できませんので。わ、一人でやったの？ウンファが手伝ってくれました。ウーファが？ウーファ、何もしないって。黙れ。うん。エマ、これ見て。あら、ベロータの鼻の下にクリームのおひげができてるわ。サンタさんみたいでしょ。エマにもクリームのおひげ作ってあげる。お願いするわ。あ、おじさん、その思っていたクリスマスとは全然違ったので、私が知ってるクリスマスはみん
なが無理に笑っていたのに、ここではみんな心から笑ってますね。ベロータの言う通り、私がクリスマスを否定的に考えすぎていたのかもしれません。もう不幸なクリスマスじゃありません。ここでは嫌なことも危険なことも起きないと思います。準備が整ってきたようね。みんなテーブルに集まってちょうだい。パーティーを本格的に始める前に、私も久しぶりにウキウキしてるわ。雪見温泉が賑やかになって私も嬉しいわ。それではみんな、メリークリスマス。メリークリスマスです。メリークリスマス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 です。メリーむせちゃった。メリークリスマス。メリークリスマス。さあパーティーを楽しみましょう。はーい。まずはケーキを食べたいです。不思議な見た目でずっと気になってたんですよ。これはハーフ&ハーフですか？あ、はい。半分はチョコで半分はケチャップです。ケチャップ。食べてみて、美味しいはずよ。それでケーキがすごく大きかったんですね。じゃあケチャップ味から食べてみます。今まで食べたことがないので。私はチョコで。はあ、うん、はん。味も美味しいです。はい、ふわふわで甘々で、そして後からやってくる酸味も、お店で買えるケーキより美味しいです。本当に美味しいの？はい、ベスティも食べてみてください。じゃあ一口だけ。あ、うん、おいしい。とうとう味覚がいかれたか。違うよ。ウンファーも食べてみて。今まで食べたケーキの中で一番おいしいよ。私は食べない。美味しいでしょ。まあそう言えなくもないな。やったー。じゃあ私も食べてみよ。すごくおいしい。よかったわ。クリスマスのたびに
料理の腕が上がってる気がするわね。おじさんも食べてみて。すごく美味しいよ。ね、言ったでしょ、ミカが作るお菓子は美味しいって。違いますよ、みんなで作ったんですから。もっと食べたい。私もです。ちょっと食べ過ぎちゃった。そのせいかな、ここちょっと暑いよね。ちょっと風に当たってこよっと。ベロータ、言いたいことが。ミカも一緒に来る？あ、私も？うん、嫌なら別に。行く？うん、一緒に行こう。あー、涼しい。中はちょっと暑すぎて息苦しかったんだよね。私も。あ、そうだ、ミカ、今日のケーキすっごく美味しかったよ。やっぱりミカの作ったケーキが一番だね。ベロータが美味しく食べてくれたならそれで十分だよ。ミカのケーキのおかげでもっとパーティーを楽しめたかも。本当？うん、本当。よかった。でもね、ミカ、ちょっと物足りないと思わない？え？物足りないって？何かが足りない感じなんだよね。なんだろう。それは、花火がないでしょ。パーティーのメインイベントって言えば花火に決まってるのに。ってことで、私と一緒に打ち上げに行かない？行かないの？腕が疲れちゃう。行く。ミカが握ってくれたからもう疲れないね。行こう、おっきな花火を打ち上げに。一緒に行く人。花火いいですね。私たちはここで見ます。ちょうどみんなで温泉に入ろうって話になったんです。花火の写真撮っておかなきゃ。分かったよ。じゃあミカとおじさんと行ってくるね。水を差すようで悪いけれど、それはダメよ。なんで？時間が遅すぎるわ。裏山は雪が積もっているから、ここより危険なのよ。それなら大丈夫だよ。ここよりもっと危険な場所だって言ったことあるもん。ミカとおじさんと手をつないで行ってくるね。そうですよ。私がベロータをしっかり見守りますから。それでもダメよ。そんなにしたいならここですればいいわ。ここで打ち上げるのはちょっと物足りないかな。おーっきな花火を打ち上げたいの。だからいいでしょ、
気をつけて行ってくるから。花火もたくさん用意してあるし、それにクリスマスなのに花火がないなんてすごく悲しくなっちゃいそう。私からもお願いします。どうしてもと言うなら私も行くわ。ええ、この辺りの地理を一番理解しているのは私だもの。ただ今はダメよ、空模様が良くないわ。だから天気が回復してから出るわよ。わかった、それくらいなら待てるよ。早く晴れたらいいな。ミカ、どんな花火にする？あと雪だるま？それとも雪の結晶？もちろん全部でもいいよ。うん、いいね。ベロータが打ち上げたいのを全部打ち上げちゃおう。そうだよミカ、そうやって笑わなきゃ。今年のクリスマスは笑顔で過ごそうね。ほら真似してみて、スマイル。早く。スマイル。ミカ面白すぎる。ほっぺも真っ赤だし唇もプルプルしてる。ベロータ。ねえミカ、今日一日どうだった？今年のクリスマスパーティーは楽しかったでしょ？初めてこんな可愛い服も着て、美味しいケーキも作って楽しかったよ。でしょ？私もそうだよ。激辛ソースの雪玉のいたずら、みんなにできて楽しかったし、美味しいものもたくさん食べられてよかった。ケーキも美味しかったし。これからのクリスマスも今日みたいにずっと幸せなはずだよ。そうだね。